かなりトラブルがあってちょっと押しとなりました。急いで食べていただいてこの時間になりました。次はですね、奈良先端科学技術大学院大学の金谷先生に、ナプサックバミリーデータベースの利用法について、ご講義いただきます。それではよろしくお願いします。はい、どうもありがとうございます。どうも、はじめまして、奈良先端大の金谷です。ですね、昨日から今日にかけてこのプログラムを見ると皆さんもう頭がパニクってらっしゃるんじゃないかとこう思うんですが、私のところがそんな難しいところは一切ありません。むしろ皆さんからこういうのを今度加えてもらうと助かるとかですね、そういう意見をいただけると非常に助かります。それで、僕の資料をですね、先ほどお配りしたんですが、皆さん手元に行ってるでしょうか。こういう、ノートみたいな形のもらってない方はおられますか。で、部数に余分かなり余裕がありますんで2部欲しい方ももらっていただけると助かります。持って帰るのもうなんですし、有効利用していただけると助かります。それで、ですね、なんでこういうデータベースを作ったかという話 と、それと演習を通してうちのデータベースをこう理解していろいろご意見いただければっていうんで、今日、この、講習をさせていただきます。それでテキストの初めの方にですね、いろいろ書いてあるんですが、その私がなんでゲノム研究からこういう方向に進んだかっていう話を簡単にさせていただきます。でですね、その昔これは2001年頃ですね、2001年頃その生物のゲノムっていうのがこう決まり始めまして、それで、コツコツ遺伝子の解析をしていればいい時代だったんですが、ヒトゲノムがですね、これが大体2006年ぐらいでしたっけか、決まりました。でシドニー・ブレナーっていう人がこれノーベル賞を取った偉い先生が来まして、日本で講演しまして、まあ、英語で講演したのをこの人が訳していて、DNA は何の役だと思うという質問をされました。で、皆さん DNA は何の役だかご存知でしょうか。これはですね、 Don't know anything、 何もわからないということというふうにこのシドナー・ブレナーさんで講演で言ってからハッハッとか笑って書いちゃったんですが、 DNA だけで全てを説明できるほど人間は単純じゃない、だから面白いとか言って、それでその次に、そうするといろいろなことでバイオインフォマティクスをしていかないと、これからしていくといろんなことが分かって面白いだろうと、まあそういうこともありまして、ゲノムが分かるとですね、とりあえずゲノムプロジェクトが進んで人のゲノムがこう決まりました。そうするとその中にある遺伝子というのはこうコツコツこう全部コーディング領域というのはこう決まっていくわけです。でゲノムが決まると、情報科学的にはですね、非常にいいことがあります。さて何でしょう。でバイオの研究においても非常にいいことなんだけど、これは何かっていうと、自分が対象とする生物についてですね、無限の可能性を考えなくてもなかだから有限の世界で物事を考えられる、これが一番の利点です。そうすると何がいいかっていうと、その例えばこうタンパク質が相互作用するというんだけど、相手は何かって探すのに、例えば大腸菌だったら4600個の遺伝子の中の間のペアだから4600個の組み合わせを考えるんだけどね。でとってもだから有限の世界に落ちちゃった、夢のない世界になりました。それだけ研究がしやすくなったから、こうゲノムが決まるととってもいい。だけどシドニー・ブレナーさんが言うのは、ゲノムが決まってもですね、ゲノムだけで人 の、 その細胞の中の動き全てがね、分かるほど簡単にはできてないから、ここから、トランスクリプトームとかプロテオーム、メタボロームっていうものをですね、きっちり整理していくと、それでやっ と、ある程度生物っていうものが理解できるんじゃないか、こういうことを言われたんだと思います。それでうちの研究室はですね、へそ曲がりで、下の方から研究を進めています。でメタボロームについて特に研究を、始めまして、っていうのは、マススペクトルがですね、まあ、非常に精度よく測定できるいい時代が来ました。それでその
その精度をうまく利用して代謝物を同定するっていう作業をすると、こっから今度上に登っていくことも可能です。それでここをうちの研究室では、力を入れて研究をしています。で今のこのゲノムから始まってですね、メタボロームまでの流れっていうのを、これはテキストの、一番初めの図に書いてありますが、こういう、こう人だけでについて研究していると、これは人の世界なんだけど、人は動物だから物を食べなきゃ生きていけません。それで例えば、大根、アブラナ科の植物を食べるとパクッとこう食べると、なんか代謝物が体の中に入ってきて、それがタンパク質と相互作用して人の甲状腺が維持できるように代謝が流れて生理活性が出ると、まあ、こういう流れで、複数の生物をつなぐことができます。でさらにその日本はですね、その昔から漢方薬とかですね、それから機能性食品っていうこういう配合をして、人の甲状腺を維持するっていう世界があります。でこれをここにつないじゃうと、これをうまく配合してあげる と、それで有用生物がうまく、栽培できてですね、いい代謝物ができて、これを人がパクッと食べると、こうもっと人が元気になって、長生きできるだろうというんで、ここをつないで、ここの過程をですね、ひたすら全部データベース化しようということをうちの研究室で始めました。それで、テキストの方の、を見ていただいて、テキストのですね、3ページ目を見ていただくと、こっち側の図を見ていただくと分かりやすいんだけど、テキストの方ですね、これを見ていただくと、このテキストの真ん中のあたりのパソコンを見てください。でこれをもう少し具体的に説明すると、例えばこうカレーライスっていうのをですね、こう作ると、そうするとカレーライスにはこんだけの生物が入ってます。でこれからどういう機能性のものが成分として含まれていて、で最終的に生理活性としてどういう活性があるかっていうのがこうつながるとですね、こう分子レベルで食べてから人間が元気になるまでの過程っていうのをこう抑えることができるっていうんで、こういうところを順次データベース化するっていう作業をしています。それでですね、ちょっと待ってね、で早速演習の方に入りましょう。それで、テキストの方を見ていただいて、まずうちのデータベースにアクセスしてみてください。で実習1って書いてありますが、これ Google でも何でもいいから、検索エンジンでですね、ナップサックファミリーと入れて、うちのページにつないでください。そうするとですね、こういうウェブページにたどり着けたと思います。それでちょっと待ってね、上半分が見えないね、これだとね。まあいいか、じゃあこっちでやろう。それでテキストを見ていただくと、それで、このテキストに従って、このナップサックの画面について簡単に説明します。でこの真ん中のこのスクリーン、これを見てください。こっち側ね、こっち側。
それで左側にフード&ヘルスっていうのがあります。これが、食品関係のデータベースになってます。それで、どういう風につながってるかっていうのがですね、ここに書いてあるこの右側のモニターか、このモニターの、あ、わかる、ここら辺、テキストの2ページ目ですね、テキストの3ページ目、3ページ目を見ていただくと、フード&ヘルスに関するデータベースっていうのが、出ています。それで、画面とこう比べながら見ていただくと、上からランチボックス、ダイエットナビ、フードプロセッサー、ダイエットディッシュとこう書いたデータベースがあります。でこれを1個ずつ、これから実習を通して見てもらうんだけど、どういうデータが入ってるかっていうと、ランチボックスはですね、テキストの3ページ目を見ていただくと、薬用植物とか食用植物と代謝物、それから機能の関係と、まあ、こういうふうに3ページに書いてあるようなつながりでデータが入ってます。で、これを全部つないでいけば、そのうち分子レベルで、人の健康っていうのをこう理解できるんじゃないかっていうんで作ってるところです。ただまあうちの研究室はですね、言っても3人ぐらいでやってる研究室なんで、まあ、そんなに多いメンバーでやってるわけじゃないんで、まあゆっくりですがじわじわ進めてると、こういうわけです。それでじゃあテキストの実習に入りましょう。でまずはじめにそのランチボックスに入ります。でランチボックスに入るのは簡単で、このランチボックスをクリックしてください。そうすると、ランチボックスの画面が出てきたと思います。出ましたか。スクリーンの右側の画面でこれを見ていただくと、上に曖昧検索、それから全体表示、それから指名検索と、この3つのところがあります。それで一番簡単なのはこう全件表示というのでリストオールを選びます。でリストオールを選ぶと、うちのデータベースに入っている食用植物、食べれる植物ですね、のデータが全部こう見ることができます。それで、この今709件こうデータが入っているんですが、左側のこのナップサックのアイコンがあると思いますが、これはこの生物に対して報告された代謝物が、どのくらいあるかっていうのが分かるようになってます。でこれをクリックしてもらうと、例えばこういうのが出てきて、出ましたか。それで、これ1個ずつを見ていただくと、今このアベルモスカスっていうものについて報告されている代謝物がこう全部見れるというふうになってます。でそれを一つをどれでもいいか一つ選んでもらうと、こういう代謝物が、この生物にも含まれていて、さらにアリウムセパ、玉ねぎですね、玉ねぎにも含まれているっていうのがこう分かります。でこの 3D っていうのがですね、ちゃんと動くかな、あ、ダメだ、これを Java が入ってるとですね、 Java をダウンロードしてみると、してみましょう。そうすると、そうするとですね、この3次元のデータが見れるんだけど、結構時間かかりそうですね。あ、はい、こちらに反映されてないとですね、はいはい、今先生が通ったからというのが、あ、反映されてない？あれ？待って、こっち違う、こっち、あ、こっちが見えた。じゃあもう一回やるね。ごめんごめん。こちらの方も、はいはい、こちらに出してますので、あ、どうもありがとう。あ、いいですいいです。どうもありがとう。はい、じゃあもう一回やりますね。ごめんごめん。今見えてる？このディスプレイ。これ、ありますね。で、ランチボックスっていうのを選んでみてください。そうそう、こういうページになる。ここは OK。それで、次に、このデータベースに全部で何が入ってるかっていうのを見るために、真ん中の全件表示リストールってやります。そうするとここに全部リストが出ます。出ました。それでこれ見ていただくと、でこれはもうあと細かくデータ見たいときはここを MORE を押せばいいと。それから、それぞれの生物について二次代謝の情報を見たいというときには、ここのナップサックのアイコンを押せばいいというふうになってます。
で、まあ何でもいいんだけど、好きな植物一つ、アリウムセパでも何でもいいや、こう選んでもらって、好きなのを一つ選んでもらって、これ表示の仕方って毎回変わりますか？表示の仕方はね、特に変わらないはずだけど、あのウィンドウのサイズで縦横伸びたり縮んだり、7つぐらいしかない。あ、それはいっぺんにアクセスしたから、うちの計算機がアクセスがいっぱいになっちゃったんだと思ってまあまあそういうレベルです。あ、じゃあもう一回7つ709個出るまで、ちょっと709個出た。いや先生、じゃあ一回娘さん閉じてですね、もう一回押すとですね、多分静岡から奈良まで行って、奈良から静岡まで戻ってくるのに結構時間かかってなと思います。ブルートで A から C まで止まっちゃいます。もうちょっと、あ、そうか、でもまあいいや、それでもいいや、じゃあその中で好きなの選んでもらってそれでじゃあ一番上の何でもいいから、カメラのマークがあるのはですね、これは私の趣味で、その植物についてのデータを、下の方にこう写真で撮ってあるのです。それであとはこれ文献からですね、ひたすらこういつ日本に入ってきて、どういう品種があって、あと健康の促進の効果としてどういうものがあるとかですね、そういう情報が入ってます。で下の方に行ってもらうと、こう文科省の御定蔵法日本食品標準成分表のデータも入ってまして、で、でその情報も見ることができる。でこの例えば炭水化物とかいうのを選ぶと、炭水化物のベスト50だったかな、炭水化物がたくさん入ってるベスト50がこう出るようになってますまあこれでできるだけ食品に関するものをここに集約してやろうというんで一生懸命作ってるんだけど、これ左側の方は日本語で書いてあって、これ右側に今度海外向けに作ってくれっていう要望がありまして、今やってるところですが、なかなか進まない状態です。それでさっきのこのナップサックアイコンを選ぶとですね、これは代謝物につながってって、それで 3D っていうのを押すと、これがこのマシンは Java が入ってないんだけど、そっちのマシンは Java が入ってれば 3D のデータがを見ることができます。できてるでくるくる回すとか、まあ、そういうこと構造をまあ立体で見れると、まあ、そういうことができます。でこれがナップサックのファミリーというデータベース で今700件ぐらいしか入ってないんだけど、こういうデータを入れたらいいというのを情報をいただけるとですね、どんどん入れるように今してますんで、あの皆さん特に今日、ね、僕は講師なんだけど先生方の方が食品についてはとても詳しい方々だと思いますんで、情報をお送りいただきますと、どんどんデータを反映するというふうにしております。それででこれがナプサックファミリーのデータベースです。ファミリーの、ランチボックスっていうデータベースです。で今ここを説明しました。それでメタボロミクスの研究をされている先生にはですね、ここに、メタボロミクス用のサーチエンジンっていうところがありまして、でこれはただパソコンに Java を入れとかないと動かないんで、 Java をインストールしておいてもらって、それでクリックしてもらうと精密分子量から代謝物を、検索するっていうことも、これもできるようになってます。でこれはですね、ウェブのページで、サーチエンジンっていうところを見てもらうと、ここにマニュアルが全部入ってますんで、このサーチエンジンの使い方はこのインストラクションマニュアルっていうのを読んでもらえれば、これに全部データは入ってます。でこれは自分のところのマススペクトルのデータをこの自分のパソコンの中に入れて、この検索システムを使って質量分析から、いろんなイオンモードを選択してですね、代謝物を探すということができるふうになってます。
でこの上はだから、この上のこれですね、この上の3つについては、これについてはここは代謝物についてのデータがひたすら入ってます。それでじゃあ次行きましょう。それで、ダイエットナビっていう、それで一番初めに説明しましたように、こうゲノムとゲノムから話が始まって、それで、これですね、こっちが人の、ゲノムからオミックスの情報があって、こっちが 人が食べる生物のオミックスの情報があると、まあ、こういう構成になってる、ここに薬用植物の情報がある、まあ、こういうふうになってるんだけど、次にそのダイエットナビ、要するに、最近そのサイエンスでの2012年の論文にですね、11月だったかな、これからは生活習慣病っていうのが一番その医療費を負担するから、それを何とかしなきゃいけないっていう論文が出まして、でたまたま僕が作ってたのがその、その生活習慣病、この病気予防データベースっていうのです。でこれをまあクリックしてみてください。でこれをクリックしていただくと、これ病気になっちゃったらダメなんだけど、病気になるまでは何とかここでしのごうかというデータが入っております。で、このテキストで言うと、ここですね、こういう、皆さんこういう絵出ましたか？出ました？それでこれはですね、まあ、大体雑白に書いてあるんだけど、運動をしなくて食生活がダメで、老化が激しくてストレスを受けてウイルスの攻撃を受けていろんなものを受けていくと、どんどん人間壊れていくというマップです。それでまあ大体概略的にこういうふうに書いてあるんだけど、そのでこう枠の書いてあるところ、例えばですね、肝機能に肝機能が悪くならないようにするにはどういうものを食べればいいかとかですね、いう情報は、肝機能、例えば肝機能を選ぶとこういう情報が出てきます。出ましたか？それで例えば杉菜とか途中とか冬虫夏草、これは肝機能に対して、向上に有効であるっていうのがここに書いてあるような論文、文献ですね、に載っていたと、こういうデータベースです。でじゃあ機能性天然物、例えば杉菜でよく報告されている、機能性の天然物っていうのがこのここに書いてあって、機能性、例えばサポニンっていうのを選ぶと、サポニンの情報がこう出てきて、この本にから、サポニンは脂肪を燃焼する働きがあって血液を良くするとか、まあ、こういう、要するに知能集約を一生懸命もやってると、こういう状況です。でこういう情報を、意外とそのこういうの全部集めちゃえばですね、どれが正しくてどれが正しくないかっていうのもだんだん分かってくる。で正しくないはずはないんだけど、より細かい情報っていうのが分かってくるはずであるっていうんで、こういう知の集約っていう作業を今進めているところです。それがここで、それでまあただこれは、まあ、目安としてですね、こういう、生活習慣病、これから生活習慣病で、そのサイエンスの論文によるとね、我々も含め生活習慣病で、死ぬ人の割合っていうのは大体先進国で 60-80% と言われてます。だからそういうのをうまく乗り切ればですね、医療費も減るし楽しく生きていけるというんで、こういうデータベースを作りました。で、で例えば肝機能を選択してみようっていうのが書いてありますが、まあ、皆さんちょっと 2,3 分自分のなりそうな生活習慣病でも選んでいただいて、これでも食べようかっていうのを見てみてください。いかがですか？どうですか？いい感じ。多分まだ情報足りないと思うから出ていろいろ教えてください。この色は何？水色がついてるとか。あ、それは何も意味ないです。水色のガンがたくさんありすぎちゃったから、ガンでまとめたっていうだけで、あと
このグループに入っている病気はこれですよという大まかな構造で分けてるだけです。それでですね、こういう情報を本当はひたすら集めてきっちりデータベース作るとみんなのためになるんだけど、なんせうちの研究3人しかいないからね、なかなかはかどらなくて、だけどまあまあこういう形が見えてくると、こう特にその静岡県立大学は薬と食べ物は強い大学ということを先ほど先生から伺ったところなんですが、こういうデータを全部蓄積するとですね、これ食品のデータっていうのは僕いろいろ考えて、よくインドネシアに出張行くんだけど、食べ物ので健康を維持するっていうのは国ごとに違うじゃないですか。そうだ、日本で取れるものとインドネシアで取れるものとまた、北の方に行ったスウェーデンとかね、あの辺で取れるものと違うじゃないですか。だからそれぞれの健康に対する、最適化があるはず で日本は日本なりにそういうものをもう全部データベース化して整理しておくとですね、非常に世界のためにも、まず日本のためにも役に立つし、あと比較して他の国との比較っていうこともできると思うんで、こういうのをこれから充実させていきたいと、まあ、こういうふうに考えているところですね。それでじゃあ次行きましょう。で次フードプロセッサーっていうのがありまして、これも日本の文化なんだけど、日本はレトルトカレーが非常にいろんな多種にわたってレトルトカレーっていうのができてまして、でこれから我々の健康を考えるときに、その天然物ばっかりじゃなくて、もうレトルトカレーとかそういう製品もですね含めてものを考えるべきではなかろうかというんで、このフードプロセッサーデータベースっていうのを作りました。でこのメインページのこの画面の方を見ていただいて、メインページの上から3つ目これをですねクリックしてみてください。そうするとこう日本地図が現れます。こう現れましたか。でこれはですね、うちの研究室でひたすらレトルトカレーを集めましてでもこれ研究費で落とす気がなくて、僕の自腹で集めたから結構厳しかったそれで静岡県、今日は静岡だから静岡のカレーを見てみましょう。それでここですね、静岡って、静岡を開けると、あ、やばいなんで、たまにでもね、あ、行ったレスポンスが、まあ、すいません、うちの奈良県のちょっといろいろセキュリティがなんだで、まあ、こういうカレーが静岡県に出ています。で静岡育ちビーフカレー、イワシカレー、勇敢マダムの幸福カレーってあるんですか。それから、富士山6キノコカレー、まあ、いろいろこういろんなカレーがカレーライスがこうあります。でこの中の好きなカレーをですねこう選んでもらって、例えば、何がいいですかね、イワシカレー、勇敢マダムの幸福カレー選びましょうか。そうするとこういうページに行きます行きましたか。それでさっき検索に使ったランチボックスにもこう L っていうのはそのさっきの食品のデータベースに行くようになってるし、このナップサックのアイコンのところは、この生物で報告されている代謝物についての情報を得ることができるようになっています。でこれを全部で、ね、この左側が食材って書いてあって、これはカレー のレトルトカレーの裏に書いてある技術です。でその次にオントロジーって書いてあるのがあって、でここで、用語を統一してですね、それで学名を調べて、リンクを貼ってると、まあ、こういう構造になってます。それで、このカレーについてですね、こう見ていくと、いろんなものがこう入っている、多く入っているものとか少なく入っているものとか、まあ、こう見ることができます。それでじゃあこの上の方に行ってですね、もうかフードプロセッサーの上の方に行くとですね、ここにカンパニー、会社からも検索できるし、好きな食材からも検索できます。でここから好きな食材、例えば、うなぎの入ったカレーを食べたいという時にはこううなぎ選んでサブミットとします。そうするとですね、その選んだところの県がですね、のところに鍋がパコパコ
動いてるかと思いますが、そこの県にあるカレーにこのうなぎの入ったカレーが振られていると、まあ、こういう構造になっている。でこれを押すとまた、うなぎエキスの入った、あ、これも静岡県ですね、 H カレーって有名なんですか、 H カレーオレンジみかん&ココナッツっていうのがこう静岡県にこうあると。それで製品名のところをクリックするとまた先ほどの、構成の図になります、ね。それで食品の問題っていうのをいろいろこう情報科学的になんか解けないかといろいろ考えてたらですね、その一つにはこのいろんな食べ物をこう混ぜ込んで作るのが料理じゃないですか。でその料理について、例えば、昔から貝原鉄拳でしたっけか、うなぎとなんだっけ、うなぎと天ぷらは相性、あ、うなぎと梅干しでしたっけ、天ぷらと梅干しが相性が悪いとかいう情報あるじゃないですか。でそういう情報っていうのをいろいろ栄養というか料理の本を読んでたらですね、割と書いてありまして、でそれをもうデータベース化したのが次のダイエットディッシュというデータベースです。でこれはどうやっていくかで、今のフードプロセッサーからつながっていかれるんで、ちょっと一緒にやりましょう。で今開いてもらったページのですね、この D というボタンがこう出てるかと思います。 H カレー、オレンジ、みかん&ココナッツ、 D、 これがダイエットディッシュに行くアイコンです。で今選んだカレーにはこんだけのものが入っていて、でこれをサーチってやると、いろんな、食品の本をこう読み漁ってですね調べると、例えば生姜と砂糖は引き始めの風邪の回復にいいとかですね、こういう情報がこの本に書いてありました。それで本当はもっと栄養学的に大事なものをここに入れたいんだけど、なかなかそういう知識がなくて、とりあえず、本屋さんに置いてある本を端から順番にこう知るデータベース化して、したのが、このダイエットティッシュです。でウェブの最初のページから行くのも簡単で、じゃあ初めのページから行ってみましょう。一番初めのページがあれ、どこ行っちゃったな、あ、これですね、この一番初めのページの一番下、左の一番下のダイエットディッシュっていうのを選びます。そうすると、画面に出ているこういうサーブダイエットディッシュフロムナップサックっていうのがあります。で、例えば今日昼に食べられた、食事をのリストをですね、食べ物のリストですね、こう食品リストっていうところをこう開いてもらって、それでこの中から例えばアサリを食べて、小豆を食べてとか、こうひたすらクリックします。ただこれ467品目あるんで、これをチェックするのは結構大変なんだけど、サメとかはまあ普通食わないけど、まあこうね、それで野菜でこれをひたすらこうクリックしてですね、それで最後に OK っていうボタンを押すと、ここにデータが入ります。でサーチボタンを押すと、この食べ合わせがこう出ると、こういう仕組みになってます。で今10何冊かで本を入れて、だいたいペアにして4000ぐらいデータは入ってるんですが、まあ適当に選んでもらって、こう里芋とサワラの組み合わせは良くて、これ体力増強で免疫力をつけると、この本に書いてあったと、まあ、こういう検索ができます。でこれはですね、どういう発想かっていうと、例えば、ゲノム解析でその遺伝子の発現をですねマイクロアレイで測ったと。でその測った遺伝子がどういうもので特徴付けられてるかっていうのをですね検索するのに全く同じことをやるんだけど、それをうまく使ってですね、この食品でそれをやってみたっていうのがこのページです。でこの分類リストっていうのを見ていただくと、これ分類リストもう少し分かりやすくなっていて、穀物とか肉類、魚介類、それから野菜、それキノコ、果物、ナッツ類、まあ香辛料、まあ、大分類ごとにこう分けて、食材が整理されています。で
食べたものをここから選んでですね、どういう食べ合わせで今日食事をしたかっていうのをですね、どういう効果が相乗効果としてあるかっていうのがこれで検索できるっていうふうになってます。それで今のシステムを使ってですね、レトルトカレーのに入っている食材をですね、の食べ合わせ度がどのくらいいいかっていうので、レトルトカレーをこうランキングしたのがこの図です。で、まあ、ちょっとこれ 見えないかな。でこれ見てもらうと、先ほど選んだですね、その静岡県産イワシカレー、勇敢マダム幸福カレーっていうのがですね、食べ合わせ度がうちで集めたレトルトカレー300種の中で最も高い点数だったということがありますので、皆さん静岡県でこれを見つけたら、これは食べ合わせ度が非常に、これ食べ合わせ度どうやって評価してるかっていうと、2つの食材で、何か相乗効果が報告されていたら、それは2点と、で3つだったら3点として、その組み合わせでですね、何点になるかっていうのをこう全部出したものです。だから169、まあ、2個ずつあるとしても80ペアでいい組み合わせが入っているカレーがこれであると、まあ、こういうことです。それで全体の分布を見るとですね、この辺からちょっと統計的なことをやってるんだけど、こう食材をひたすら増やしてもですね、この食べ合わせ度っていうのは高くなりません。相関係数 事情相関で 0.31 ぐらいしかありません。だけどだから、食材をひたすら増やしても上がるっていうものでもないと。でそのこれは上位 100カウント以上のものを出すんだけど、これで大体 15% ぐらいです。で平均61カウントで、一番高いのがこの静岡県で、 あと静岡県はですね、なんとカレー作るのうまいのか、ここにも2つ、元気なおばさんのお茶カレーちょいからちょい山ですかこれもですね、食べ合わせの時には117点をカウントしております。で多分こういうのに、この台場がかかってるとかそういうことはないんですか、ね、ここで最適化して作ったらこんなにいいってなっちゃったとか違いますか残念でした。それからここにも富士山麓きのこカレー、これもですね100点を超えて、まあ、こういう状況です。で、まあ、こういうカウンティングしてみたら、遊んでいろいろ見てみたらですね、僕の知り合いがですね、富山大の薬科だけ、あの小薬の研究所にいるんですが、その富山大の先生がですね、知恵を結集して作ったカレーがですね、意外にもその上の方にはいるんだけどトップにはなれなかったやつだったというね、そういうオチまであるっていう、この面白い状況になってます。あ、これですね、もう薬膳カレーポーク新生漢方豚っていうのがあるんですが、これは富山大の僕の知り合いの先生が作って、これが一番になるからなるだろうって言ってたんだけど、残念ながら、6位、7位ですね、入賞もできなかった、まあ、こういうことが分かってきました。それでじゃあ、まあ、でこういうレトルト食材にしろ、例えばその食品でこう料理ですね、料理の配合について何かこう評価、組み合わせとしての評価できるシステムというのを次作りたいと思いまして、そのプロトタイプとしてまあこういうものを作っていて、それで料理の食材の組み合わせから始まって、食材があって、じゃあ食材には何が入ってるかっていうんで代謝物に行けると、まあ、こういうふうなつながりでデータベースを作っております。それでじゃあ次行きましょう。それで、ここの復習をさせていただくと、先ほどのページで、食材を選ぶとですね、その選んだところ、選んだ食材についてこうリストが出てきまして、それ どれとどれのペアがこの食材今と作ったの選んだものについて、はい、いい評価かっていうのがこう分かると、こういうふうになっています。
それで、このデータ、今度画面の方を見ていただいて、画面の方を見ていただくと、この入力データですね、こう検索終わった後に、里芋とじゃあ何が食べ合わせがいいかっていうのは、まあ、こういうふうにリストアップされています。で、例えば里芋と豚肉だと動脈硬化予防と言われているとか、里芋とタケノコと干し椎茸とか、これはがん予防とか、まあ、こういうことが言われている。で、本当はですね、この食材とこの機能の間の分子メカニズムをこれ埋めなきゃいけないんだけど、これはまあこれから随時やっていこうというふうに考えているところです。で、じゃあ次行きましょう。それで、うちのデータベースは今、ディスプレイの方を見ていただいて、この左側のフードアンドヘルスのところを終わりました。で、次に、じゃあクルードドラッグのところに行きましょう。で、クルードドラッグのところで、まずはじめに、これはワールドマップっていうのがあります。で、これをクリックしてください。そうすると、バタ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 っと、こう、世界地図が出てきます。で、これ、それでこういう画面が出てきたら、例えばですね、学名、これ学名じゃなきゃ検索できないんだけど、まあ、テキストに書いてあるようにクルクマロンガとかですね、まあ、自分の知ってる、食材もしくは薬用植物の学名をここに入れてみてください。まあ、植物がこれメインなんだけど、それを入れてみてください。私はその玉ねぎのアリウムセパっていうのを入れてみたんですが、ディスプレイの方を見ていただくと、そのアリウムセパっていう、要するに玉ねぎをですね、一応文献サーベイから、この国で玉ねぎを食べてるっていうのが、その調べられた国ですねについてはピカピカ光ると、まあ、こういうふうになってます。で、これ現状で今、4万8000対の植物と使われている国の関係っていうのが入っていて、一応世界中を、網羅しました。だけど、まあ、まだ足んないところも多少あるんだと、だいぶあると思うんだけど、とりあえず調べられるところは徹底的に調べて、このデータベースを作りました。で、これ、このデータベース作った理由はですね、例えば隣近所の国でですね、同じ生物を薬用と使っていれば、まあ、安心して使えるけど、自分の国だけしか使ってないと思うとちょっとやばいかなとか、こういうのが分かるんじゃないかと思ってこのデータベースを作りました。で、まあ、いろんな国名を、あ、国ってあの薬用植物を入れてもらうと、分かるようになってます。それから、ページをクリアしてもらって、で、各国をですね、こうクリックする、例えば日本をクリックすると、今のところ日本でうちの研究室で集められた、薬用植物もしくは食用植物のリストっていうのはこういうふうに全部見ることができます。それで、ナップサックのアイコンがあるところは、代謝物の報告が、日代謝物の報告があるというふうになっております。それで、じゃあ次行きましょう。で、このクルードドラッグといえば、日本ではその漢方薬っていうのが非常に昔から伝統的に使われています。で、まあ、漢方薬ね、あの、僕もお正月からちょっと風邪ひいて体調悪くて、飲んですぐ治るかっていうと即効性はあんまりないんだけど、まあ、害もなさそうだと。で、生薬の先生に言わせると、まあ、効くらしいということもあるし、それからこれは日本の薬局法でですね、割と真面目に、配合が決まってます。で、それを全部データベース化しました。それで、漢方のページに皆さん行ってみてください。そうするとこの画面のページに行けるかと思いますが、行けましたか。こういうページですね。
それで、これを使っていろいろ検索をしようと、こういうことなんだけど、漢方薬っていうのはですね、漢字で書いてあって非常に難しいです。だからそれを漢字で入力するのはとても不可能なんで、全部リストで選べるようにしました。で、例えば上から順番にやってみると、この生薬グループリストっていうのを選んでもらって、それで、ここに下側に書いてある英語の文字で書いてあるのはこれは学名です。それで上に書いてある漢字名っていうのはこれは漢方名です。で、この漢字名、例えば一番上のゴミっていうのを選んであげて、ゴミの入っている、漢方処方ですか、これを選ぶには、このページを使います。で、ゴミを選んで OK を押すと、そうするとこの画面の真んところにこうゴミっていうのが入りまして、それでこれでサーチっていうふうにすると、ゴミの入った、漢方生薬漢方処方が、リストアップされます。それでゴミが入っているのには聖杯糖っていうのがあって、で聖杯糖の配合の仕方っていうのは、このディスプレイのを見ていただくと、こういういろんな配合の仕方がいろんな漢方の本で、定義されています。で、これは、一応薬局法に使われているものだけをここに載せてあります。だからまあこれをこの範囲では、いろいろ、バリエーションがあってもいいらしいです。それからその聖杯糖っていうものについて下の方を見ていくと、また、二次代謝物にこうつながるようにデータベースができているのと、あとここのところはこれは、まあ、文献に書いてある程度のことなんだけど、これは教科書に書いてある程度のことしか書いてませんが、まあ、一応効能もこう調べることができるようになってます。それでじゃあ次もうちょっと下に行くと、今度ですね、生薬学名リストっていうのがあります。で、これはさっきのはグループ検索だったんだけど、これは、全部生薬名だけからこう検索したい、こういうものです。で、例えばごまの入っているもの、ごまの入っている、漢方薬にはどういうのがあるかっていうので、こうごまを、探してあげると、そうすると、勝負さん、それとか、まあ、この辺にこういろいろごま湯、この3つですね、こういうのが出てくる。で、また配合全体をこう見るっていうことがこうできるようになってます。それで、わ、たくさん開きすぎちゃったな。それで次、ジャムっていうのがあるんだけど、これインドネシアの薬用植物で、うちに留学生が今インドネシアから2人来てまして、それでインドネシアでもその漢方薬に似たような配合生薬がありまして、そのジャムっていう配合生薬があります。で、まあ、日本にいるとあんまり関係ないんだけど、面白いスライドがありまして、ちょっと待って、その世界中でこの配合植物っていうのは配合して薬用植物を飲むっていう習慣はこうあるんですが、なかなかその自分の体験をこう説明させていただくと、日本で例えばダラニスケっていうのが奈良県にありまして、それでこれはある面万能薬で、胃の調子が悪い時に飲むと一応こうなんとなく回復する、いい薬です。それでこの薬を僕は奈良県にいるから非常に愛しまして、インドネシアに持って行ってですね、払いた時に飲んで治るだろうとこう確信してたわけです。で、ところがですね、インドネシアで払いたを起こしてこれ飲んでも全然治りません。
なかなかそんなやわな腹痛ではないということらしいんだけど、それでインドネシアのこちらジャムの薬を買ってきてもらって、その学生さんにね、飲むとですね、これ 2,3 時間でもう治るんですね。同じ腹痛のくせしてね。でどう違うんだろうと。で痛み方はまあ同じですよね、痛い、まあ、こっちの方が苦しく痛い、こっちの方が緩く痛い、それぐらいの違いなんだけどね。でどうもね、その食べ物の差なんじゃないかってここの頃思い出して、でなぜかっていうと、このインドネシアの食べ物っていうのはですね、普通の唐辛子の10倍ぐらいの辛い、チリっていうのがこう入ってるんですね。で日本のそのなんだっけ、唐辛子って鷹の爪とかこうあらわにあるってわかるじゃないですか、食べて。だからこう避けられるんだけど、緑色して入ってちっちゃいからついつい食べちゃって、で胃袋がびっくりするっていう、こういう状況 で逆に僕もいろいろ教えてもらいたいんだけど、これタンニンが多いんですよね。でタンニンっていうのはなんかそういう辛いものを解毒する作用とかあるんですか？それじゃ聞いたことないですか？でこれインドネシアのね、薬学部の先生これ飲めって言ってくれて飲んですぐ治ったから喜んでたらね、これどうもね、そのガバの葉っぱのタンニンが主成分だそうなんです。でこれはこのインドネシアの胃で壊したお腹にはすごく良くなります。でそれ以来僕お腹壊したことないんで、こっちで試す心今はないんだけど、日本のこれはダメだった、でここを試せればですね、この効果が分かるっていうところまで今データが集まりました。でそうするとこういう配合の仕方っていうのは国ごとに面白さがあるんじゃないかっていうんで、ジャムのデータベースっていうのもまあ作りました。ただこれインドネシア語がメインで作られてるから、これ僕も分からないです。だからやめましょう。それで次ティーポットっていうのがあって、これはハーブとか、ハーブですね、主にハーブで、これはさっきのなんだっけ、ランチボックスと同じようなデータになってますが、まあ、これ適当に日本語もいけますんで入れて検索してもらうと、まあ、こういうシステムになってます。で、まあ、全件リストっていうのを見ちゃうと、これ全部見えちゃうから、まあ、見ちゃう、あ、落ちた。これは後で試してみてください。それからじゃあ次行きましょう。それでテキストずっと今漢方薬のところまで終わって、それで今度じゃあバイオロジカルアクティビティっていうのもデータベースとして作っています。でこれはどういうデータベースかっていうと、植物丸ごとについての活性が報告されているのがこのナチュラルアクティビティっていうデータベースです。それともう一つその下にメインページ見てもらうと、メタボライトアクティビティっていうのがあるんです。これは代謝物について活性が報告されているのがメタボライトアクティビティというふうになっています。それで仮にここでメタボライトアクティビティのところのページを開いてもらって、あ、間違った、バイオロジカルアクティビティの方からにしよう。ナチュラルアクティビティですね、ナチュラルアクティビティのところを開いてもらって、そうするとこういうページになってますね。それでこれは学名で入れなきゃいけないからちょっとこれ大変なんだけど、あと効能のディクショナリーっていうのがですね、ここに真ん中辺にディスプレイの真ん中辺にあります。でこれを開いてもらうと、お時間かかってるな、あ、来た、一応このデータベースに入っている、活性の記述が、PDF ファイルとして出ています。で、活性から調べるときにはこの用語を使って調べてもらえれば、その植物が分かるというふうになっています。で、まあ、テキストに従ってじゃあちょっといろいろやってみましょう。で例えば、学名のところで玉ねぎですね、アリウムセパっていうふうに入れてみて、どういう活性があるか、まあ、調べてみてください。
そうすると文献情報で調べるとで書かれてるだけのなんだけど、活性としてはこれくらい非常にたくさんの活性がこう報告されています。まあ丸ごとだからね、いろんな活性がまあこうあるんだろうとこう思いますが、まあこれくらい検索できます。であとトウモロコシとかですね、ジーメイとかオリザサティバ、お米ですね、まあ、こういうのも調べてみると結構な活性がこう出てきます。で毎日食べるもんだから、まあいろんな活性があるのかもしれないし、緩く広く元気になれるのか、まあそういう情報が含まれているのかもしれません。まあちょっと検索して遊んでみてください。皆さん研究されている生物名を入れてみて、どんな活性あるかっていうのを調べてもらうと面白いかもしれません。で同じようにですね、ナチュラルアクティビティ、これは、今ナチュラルアクティビティが終わったから、このメタボライトアクティビティ、この代謝物の活性っていうのも検索できます。でこれはバイオロジカルアクティビティの2個目を選んでもらって、それで、例えばこの下に書いてあるように、活性でアンチオキシダントと入れて、でバイオロジカルアクティビティのところのラジオボタンをクリックして、でリストってやると、アンチオキシダントに関する、代謝物っていうのがリストアップされます。それで、このデータベースの場合、例えばアンチバクテリアの場合、どういうバクテリアが対象かっていうのもデータで必要なもんだから、これは対象生物っていう項目も入ってます。で、ここで例えば、じゃあ今度大腸菌を調べてみましょうか。大腸菌の活性、大腸菌、生物活性で生物名からターゲットスピーシーズから SCDCRCOLI で、それでターゲットスピーシーズ、これを対象とするような、二次代謝物に何があるかで調べると、例えばユーゲノールっていうのが大腸菌にで報告をやっつけるのに役に立っていて、でこの CID があるところは、これはナップサックのデータベースに飛んでいける、それで構造が分かると。で CID がないのはですね、CASID がないから構造が、1位にまだ決まっははっきり決まらないんです。でリンクがつながってないデータです。まあこういうふうになっております。それでじゃあ、例えばアンチキャンサーにかかる天然物を検索してみようとか、まあいろいろやってみてください。
で今まで、これで10個のデータベースを見ていただいたんだけど、そうすると大概ですね、ユーザーの方から1個ずつ引くの面倒くさいからいっぺんに引けないかと、こういう要望が来ます。それで来るんじゃないかと思いまして、その下にスキュアードナップサックっていうのを作りました。で、メインウィンドウを見ていただくと、画面の方をですね、ディスプレイの方を見ていただいて、一番下にスキュードナップサック、これ団子の絵が書いてあります。で、今のところ貫通全部口出し検索できるところはですね、この団子のマークが書いてあるところですだけです。だからフードプロセッサーとかダイエットディッシュとかバイオロジカルアクティビティのメタボライトアクティビティについては今口出し検索できません。だけど他の、7つについてはここのスキュアードナップサックで検索できます。で、じゃあそのスキュアードナップサックっていうところに行ってもらって、でこれは日本語でも、検索ができます。でこれなんでかっていうと、さっき、PDF のファイルを開いてもらった時に対訳表があったと思います。で、あの対訳表を1回作ったから、その日本語を入れたら、英語の活性に翻訳できて、でそれでそれを元にして検索できるんで、全部、口出し検索を効能で口出し検索ができるというふうになってます。で、実習の23、例えばスキュアードナップサックを用いて二日酔いで検索をしてみましょうというのがあります。でこれをやってみましょう。でこれは、バイオロジカルアクティビティだから、一番下のこのボックスですね、ここに二日酔いと入れます。あらあら、二日酔いとこう入れまして、それでサーチとすると、あれ来ないな、いっぺんに何十台も行ったからなのでパニック、まあ、ぐるぐる回ってますね。ちょっと待ちましょう。そうすると、このディスプレイ、こっち側ですね、このスクリーンの方を見てもらうと、まあ、こういうのが、これダイエットで検索した場合なんだけど、こういうのが出てきます。で、このアイコンがですね、それぞれのデータベースと対応していて、 N っていうのがナチュラルプロダクト、 W っていうのはワールド、世界地図ですね。それから L がランチボックスと、まあ、こういうふうに色分けされている。ここに関するダイエットに関するって引かれた、生物に関する情報はこれで全部入れますよ、まあ、こういうふうな形になっています。あ、やっと出てきた。こんな感じでですね、それで、二日酔いで引っかかってきた、すぐ一番、まあ、油中の植物ってこれ二日酔いでいいんですかね、どうもいいらしい、二日酔いとにいいって書いてあったらしい。で、ランチボックスを開いてみると、ランチボックスのどっかに二日酔いっていうことが多分書いてあるんだと思います。あった、ここですね。二日酔いには株の生汁が効くんですかと、整形図説1804年に書かれてると、まあこういうことですねまあそういうことだそうです。それからダブルっていうのはこれ世界地図で、世界地図でも
どこで、油が食べられてるって報告されてるかというのがこう光ってると、まあ、こう集約して全部データをこう見れるようになってます。それからブラシカラパに対する代謝物っていうのはこれくらい報告されてると、まあこういうふうになっています。それでもう一つぐらい、じゃあダイエット、ダイエットってのは一体どういう効能なのか分かんないんだけど、ダイエットっていう項目も入ってまして、ダイエットにいい食材っていうのがこうリストアップされます。でまあ見ると、まあごぼう、まあ繊維だからダイエットにいいのかとか、まあそういうふうにいろんな類推をしながら見ていくと、まあなんとなく合ってるとか、こういうふうになってます。でこれをもう少しですね、正しい、食品学にこうつなげられると一番かっこいいんだけど、今あるのはひたすらある情報をですね、データ化していて、それで、知をいかに集約するかっていうところを努力しているところです。だけどまあ数が集まればですね、たくさん書いてあるのはまあそこそこ合ってんじゃないかとか、でもそれでもおかしいとかですね、いろいろ議論できるから、まず集めてから体系化をするっていうのもこうありじゃないかと、こう思いまして、データベースを作ってるところです。それで食品に関するところは大体これで、まあ実習というかクリックしただけなんだけど、まあこういうふうになってます。それでこの一番大事なのはですね、何かというと、まあ今のところデータベースはこういうふうにつながりの関係で、今見てもらった10個のデータベースですね、出来上がってる。で一番これテキストの3ページ目だっけ、はい、そうですね、3ページ目の図を見ていただくと、それでまあこれからまだ発展させようと今努力しているところなんだけど、まあ今度ここですね、人のタンパク質と二次代謝物との関係、植物と二次代謝の相互作用とかですね、このところを今度埋めなきゃいけないっていうんで、まあこれは時間があれば進めていこうというふうに考えています。ただ二次代謝のデータについてはほぼ世界の代謝物のですね、7、8割は世界で報告されている二次代謝物の7、8割はもうサーベイ終わったっていう状況です。だから、構造決定されているものの大体7、8割は入っているという状況になっています。で特にメタボロミクスの研究で、まあ、精密分子量からですね、代謝物を探すとかそういうのにも使えますので使ってみてください。それでじゃあこういうデータを集めると何がいいのかっていうとですね、今度全体を体系化したいと、こういう話になってきます。で皆さんお正月にはお雑煮を食べられたかと思うんですが、例えばこうお雑煮ですね、お雑煮を見て、これは顔しかないから申し訳ないけど、例えば、角餅を入れて醤油味で昆布だしでって使うものについてこう位置を立ててあげると、こういう1-0の、ベクトルが作れます。でこれいろんな県でですねこう調べていくと、家庭画法っていうのを調べるとですね、これ、かなりの数が報告されていて、41箇所について報告があります。でそうするとこっち側のこのパターンとこのパターンがどう似てるかっていうのをですね、こうクラスター分析っていう方法を使えば解析することができます。で、まあその解析した結果をこう見ていくとですね、こんな感じになる。で、静岡県あったかな。どこありますかね。あ、ないか。あ、ないや、残念。で、東北地方、これはあの食材の使われ方でですね、クラスタリング県ごとにこうクラスタリングをしてあげると。こっち側の4つの県、ここで似た挙動があると読んで、こういうここが非常に似てるとかですね、あとここのグループはここの地域的には北の方にあるとかですね、こういうふうに分類できます。で
南の方は南の方で似たような食材を使う。でところがですね、こうやって見ていくとこれちょうど静岡県だけデータがないんだけど、その際の愛知県と神奈川県はこの青い色のところでいろんなところにこう飛んでるパターン、それから京都と大阪と兵庫と鳥取が似た競合をしてるんだけど似たような、食材の配合、なぜか埼玉県だけ京都に近いもので雑煮を食べてるとかですね、まあ、こういうことが分かります。でこういうデータベースをひたすら作るとですね、さっきのカレーについてもクラスター分析ができまして、でこれは当時277カレーを集めて、食材が244種全部で集まりました。でこれで多変量解析するとですね、割と面白いことが分かります。でそれは何かっていうと、こうカレーライスを作るときにですね、レトルトカレーで一番大事なのはここに書いてある、トマトとそれから牛とカレー粉と玉ねぎ、まあ、この辺が一番大事な食材で、どうもジャガイモはレトルトカレーによっては嫌われてるとか、そういうことが分かります。でそれからご当地度を上げるためにこう変な食材量ですね、必ず。でそれはそのたまにしか出てこないから、お互い距離が近くなってこうご当地度でこう固まったグループができます。でここから僕の大胆な推論なんですが、このカレーの基本構造ですね、これを壊さずしてこのご当地の変な食材を入れて料理として成り立たせるためにはですね、ここの中間的な食材が必要で、これがこのご当地とこの元々のカレーの基本構造をつなぐために大事なんじゃないかという解析がこうできます。で、味の方からこう見ていくとですね、どうもその日本のレトルトカレーはですね、調味料にアミノ酸、要するにグルタミン酸ですね、グルタミン酸を基本として味ができていて、できています。それで、こういうデータを大量に集めるとやっと分かるんだけど、こうグルタミン酸でこう味が、トマトっていうのはグルタミン酸の方向なんで、まあ、グルタミン酸で、基本の味ができていて、それでこのご当地の食材をつなぐためにですね、あえていろんな旨味成分、イノシン酸とかグアニル酸をこう混ぜながらご当地のものを混ぜてレトルトカレーっていうのがこう出来上がってんじゃないかとかですね、こういう構造が見えてきます。でデータベースをこう一つずつ検索してものを考えるっていうのも大事なんだけど、これをこうどう体系的に理解するかっていうのも次にこう特に食品の分野ではですね、面白い分野じゃないかっていうふうに、私個人的には考えているところです。それで、これ五島県っていう、カレー屋さんで講演頼まれて一回講演したんだけど、五島県のカレーいろんなバリエーションがあると思って解析したらですね、同じクラスターで全部起こっちゃって実は大して多様性がないというのをこう五島県にばらしてしまったっていう恐ろしい結果ですけど、だけど基本構造で大事なのはですね、マンゴーとバナナが入ってて、これで五島県は基本構造が出来上がってる。他のまあカレーのものがあってたけどね、それで隠し味ができてるっていうのも分かりましたそれから進化の解析でこうパワーローっていうのがありまして、こうこっち側、一つのレトルト食品だけで報告されている食材の数というこうログログでこう取ります。でこれがまっすぐの間っていうのはですね、これはまだ多様性が、ある状態なわけです。でこれはこう曲がってくるともうそろそろこのシステムに限界があるっていうのが分かってくるんだけど、まだレトルトカレーには、多様性の限界が見えてないから、いくらでも開発が進むんじゃないかと考えてるところです。まあいろんな多変量解析するといろいろ面白いことが分かってきて、まあいろんなものに役に立つんですが、まあ、こういう 大量の情報をですねうまく解析すると面白いものが見えてきます。で、あ、それとあと根性論の話を一つだけさせてもらうとですね、二次代謝物のデータベースナップサックコアの話を今日させていただいたんだけど、ですね、これは1個前の、JST のプロジェクト、統合データベースのプロジェクトで、それで僕の先生がですね5万件二次代謝物のデータを集めるとか申請書に書いちゃいました。それで2004年の頃ですね、で JST のプロジェクト始まったのはこの2006年ぐらいだったんだけど、それで初めこう順調に論文読んでひたすら生物種と代謝物の関係のデータベースでこう心地よくこう入ってって、ところがですねだんだんこう厳しい状況になって、このプロジェクトはここだったもんだからこれじゃあやっと間に合わない
で、さらにこうノルマっていうのはダメな方に進むっていうのがこうよく分かるやつで、それでこの辺からいろいろシステム変えまして、でひたすら入れてったらですね、これなんとかプロジェクト終わる1ヶ月前に終わったと、まあ、そういう状況です。それでこういうデータベースを作っとくとですね、作るとですね、こういう心境が分かります。で苦しいこともあるだろう、言いたいこともあるだろう、不満なこともあるだろう、腹の立つこともあるだろう、泣きたいこともあるだろう、これをじっとこらえていくのが男の修行であると山本五十六さんが言ってまして、まあ、こういう心境になれますね。皆さんもデータベースを作ってみてください以上です。何か質問とかありましたら、コメントとか何でも言ってください。食べ合わせの、はいはい、マイナスはないんですか。あ、マイナスはですね、あの 本にですね、このところの食べ合わせは良くないって書いてあったから、良くないっていうのはマイナスにしてある。あ、マイナスもあるんですか。はい、あります。ただね、他の本ではいいって書いてあったりね、そこがね、それこそ本当に栄養学的にこうどっちがいいのかとかですね、いうのを、まあ立場にもよるんだと思うんです。中華料理の時に、なんか中華料理の人が結構そういうの厳しくて、まあ例えばですね、そのなんだっけ、キュウリとトマトを一緒に食べちゃいけないって言うんだけど、毎日食べてますよね。でキュウリはあのビタミン分解酵素が入ってるから一緒に食べるといいことないとか言うんだけど、でもそんなこと言ってらんない時もありますよ、ね、でそういう逆の立場でマイナスの方が入ってます。ただたくさんこう入っていけば、その使い分けをうまくできればね、よりいいんじゃないかと思って、だからうちでは全然意見入れないで、本に書いてあるものはとりあえず入れるっていう努力をしています。はい、よろしいでしょうか。それからこういうデータも入れたらいいんじゃないかとか、こういうものもあったら助かるとかいうのがありましたら、まあできる限り努力しますんで、言っていただければ助かります。現実的にはかなり難しいと思うんですけど、はいはい、例えばこう食材があってもすごくたくさん入ってる場合と、うん、あ、量の問題で、そういうのってなんかできる。あ、それでできます。それでその究極はカロリー計算じゃないですか、うん、でカロリー計算できるんだけど、でも絶対入力してくんないなと思って、何を何グラムとかデータ、ね、それをもっと簡易的にこう入れることを考えないと多分日常的には使えないから、何かそこいい換算の仕方ないですかね、うん、それがあるとですね使えるんだよね、うん、でも一個ずつボツボツこう選ぶんだと多分毎日なんてバカバカしくてやってられないじゃないですか、うん、それからだからそこをですね、何かいいインターフェース考えないと、ただ現実的にはできます。それにあの全部データとしてはそのなんだっけ、ごて栄養表全部持ってるから、それも可能なんです。でどの辺からやっていくと一番こう喜ばれるかというところを教えていただけるとですね、まあ、それを最優先にして、あのこうメタボロミクス、ゲノミクスの流れ下で作っていけるっていう状況です。二日酔いって自分で変換して、はいはい、どれに変換してるか自分で見れるんですか。二日酔いってさっきの表の中に全部入ってると、あの PDF の、あ、 PDF みたいな、はい、あれに二日酔い、それで変換して見てる、見てます。それでただあれがですね、あまりに雑把な記述の文献をひたすら取っちゃったもんだから、もっと具体的なものにしなきゃいけないところもいろいろあるんですが、まあ、全体的なものを見るには、まあ、データをカバーするっていう上では大体カバーし終わってるところなんです。はいはい、どうぞどうぞ。例えば、はい、成人の人はこれぐらいのカロリーでこのような栄養素を食べていいっていう数字が決まってて、食材が決まっていると先生のデータベースを使えば、例えば胃の調子が悪い時に、この栄養素を満たすんだけどこういう食べ合わせだといいっていうのは、こう食材献立で使う食材のリストがこうバッと出せそうな感じだと、うん、そうですね、うん、そうなるとそれは楽しんでる、多少で、うん、あと逆の立場、こう料理を作ってひたすら作ってもらってあの栄養的にいい料理をですね、でそれをで分類しちゃうっていうのもでですね、だから なんだっけあのこの頃クックなんとかってウェブで公開してるじゃないですか。であのデータを全部
機能性の立場から分類し直しちゃうとかですねそういうのもありかもしれない。あとそのあとこうゲノムの流れから言うとこの頃遺伝子診断とか流行ってきたじゃないですか。で遺伝子診断のベンチャーとかこう結構あるんだけど、こうある日突然あなたアルツハイマーになる、可能性ありますとか言われるわけですよねだけどその時にどうしていいか分かんないんだよね。でその時にまあそれを伸ばすにはこの辺のもの食べときゃいいとかね、こういう食生活したらいいんじゃないですかっていう提案ができると、もっとアクティブに使えるんじゃないかなというふうに考えているところです。それで僕こういう研究をしているうちにですね、すごく栄養士管理栄養士に憧れまして、なんとか入学できないかと思って考え調べたらですね、どうも女子大じゃなきゃ取れないとかですね、なかなか奈良瀬のそばは厳しい状況で奈良城に行くのは辛いしなと思って断念してるんですが、まあそういう分野ってのはこれから大事になるんだろうなと思ってこうひしひしと感じているところです。どうですか管理栄養士さんって僕すごい憧れのような職業なんだけど、持ってられる方とか京さんがの方はね、栄養科学部からお題目も出てますが、はい、あのバイオインフォマティクス関係の人が、あ、そうです、診断で管理栄養士さんになってか、まあ、そのこういう管理栄養士さんといつも話されてる方とか、はい、あのただあのタブレットを君に渡したのを聞いていただくと、はい、先生の分野の、情報集積統合するのは、はい、先生の得意分野ですが、それに載せてもらう情報を提供できるような人はいるような気もする。あ、そうですか。なんか一緒にやれると本当に助かる。うん、あのここの学部の特徴は、はい、あの学際的になってるんです。はいはい、あの食品生活科学っていうか、はい、奈良城みたいな分野の人とか、はい、農学部の農業科学系、はい、それから医学系の栄養の関係、それ医者もいますし、ですからあのそういう意味では結構こうコンパクトに統合したあの集合になってるのよ我々の学部とかね、はいはい、ちょっと先生のなんか一緒にできるといいなみたいな。そうですね、いやそれでいや本当にね一緒にできて、それで、ね、うちはねあの言ってみればパソコンだけあればなんとかなるって、まあだからしょぼいって言わせもあるんだけどねあのウェブページ見てもらうと このナップサックファミリーのページ見てもらうと、ここに奈良線の絵がありまして、でこれ共同してやってもらった大学を全部ここに入れるっていう努力を今してるんだけど、これボゴールの台です。それで おこがましいんだけど、ここに先生のところの大学もですね入れてもらって一緒にこう作っちゃってね、で一緒に宣伝すればそうお互いにウィンウィンの関係できれば、これはもう一番いいことなんで、それぞれの福塚の担当者ね、福塚の人間が共同できるといいと思ったんですが、そうですね、今のはドラッパ見ないからですいや、全然問題ないです。だからまたちょっと機会を、はい、次お願いします。それ静岡暖かくてとってもいいとこだからなんなら寒いからこっちに来るのは楽でいいんだけど帰って大変ですねいやそれでまたいろいろ共同研究させていただけるとですね助かります。それでね、うちでやってるとね、まあ知り合いの先生、薬学の先生は何人かおられるんだけど、だけどね、薬っていうのは病気にならなきゃ飲まないじゃないですか。で、食事ってのは毎日食べるから、こう自分でこの効能があるんだと思って食べるとなんかいいことしたような気持ちになるんだよね。で、そういう上でね、やっぱり食べ物ってね、一番こう機能性と絡めて大事だなと僕今考えて思ってるところなんですけど、で先生の方でまあいろいろこう。あのこちらの方で協力させていただければ、ね、非常に助かります。いや先ほどあの非引用論文件数日本一、世界一でしたっけ。いやあのあそうです日本一っていう情報をいただいてすごいとか思いながらあのお昼ご飯食べさせていただいたんだけど、あとあの食品と薬っていうのもね、はいはい、一応データベース作ろうって言ってたんですけど、まだあの形がついてないんだけど、例えばあの何だかな、ちょっと私ブログですが、グレープフルーツと何かの薬を飲んだ薬が効かなくなるとか、ありますね。で食品同士の食べ合わせして、はい、薬と食べ合わせグレープフルーツのありますね。融合なので、まああのやろうということで、はい、部分的には作ってるんですが、今日その先生もいないんで。あ、そうですか。いやそれで近いから先生また機会いただいて、その辺もまだ、はい、飛んできます、ね、いろいろそのこういったなんていうんですか情報を扱うのの、はい、専門家と組み合わせすごくいいです。
あ、こちらも助かります。それで共同でどんどん論文書いていっちゃえばお互いウィンウィンになれるからと思ってよろしくお願いします。それでみんなにこう使っていただけるとですね、データベースというのはどんどん良くなるものなんで、そのおかしいっていうところがあったらどんどん言っていただければすぐに修正しますんで、よろしくお願いします。他よろしいでしょうか。はい、カレーの系統樹解析すごく面白いなと思ったんですけど、はい、あれはソフトか何かを使われたんですか。ソフトか何かを使われたんですか。あ、ソフトはね、これはね、ソフトウェアっていうほどのものは使ってないです。で、R っていう R プログラミングっていう非常に簡単なクラスタリングできる言語がありますんで、それで全部やりました。それで系統解析、カレーの系統解析ばっかりやってたら、その生物学の系統解析、僕が本当は専門だったんだけど、カレーさんの系統解析の専門家と間違えられちゃって今たまたまだったんだけどとか言いながら説明しています。ただ、ね、あの発展の様子がね、結構面白いところがありまして、初めボンカレーから始まってんだけど、初めソースが入ってんだけど、それを一回こう外してソースなくして違うあの系統が出来上がってですね、だいたい5系統にまとまってるというのが分かりました。あ今その一応論文というかレビュー書いてって言われたから書いて送って、もうすぐすり上がりますんで、そしたらまたお送りしますんで読んでください。よろしいでしょうか。じゃあだいぶ20分ぐらい早く終わっちゃったけど、何か質問とかなければ、皆さんお疲れでしょうか。よろしいですか。じゃあ、終わりましょう。ご苦労様でした。どうも。